ちは、ゆきつまです。今、僕はどこにいるかというと、タラマというところにいます。タラマでございます。タラマといって、どこのどこにあるか分かる人はいますかね。タラマです。タラマはですね、タラマ町というね、まあ、一つの、まあ、行政区なんですけども、ここに船から、で来るとすると宮古島から来なくちゃいけないんですね。で、宮古島っていうと沖縄県ですよね。今僕は沖縄にいるんですね。で、今屋根のあるところで雨宿りしてるという状況でございます。魚釣りをしてるんですよね。でもちょっと雨が激しくなったのでちょっと休んでる状態でございます。今回僕はね、また旅に出てるんですよね。2020年の11月の24日火曜日に東京羽田空港からですね、全日空の飛行機、片道1万100いくらのやつで、発見してですね、もうこれは旅に出るしかないなと思って、しました。とりあえずですね、沖縄県の那覇でね、2泊をしたんですね。一泊して次の日の朝ですね、泊まりの、あの船のね、いっぱい泊まるところに行っていろいろ調べた結果、次の日のね、26日発の大東島方面に行く船のね、切符を買ったんですよ。本当は北大東島で降りて、その日のうちに南大東島に行って一泊して戻ってくるっていう予定だったんですけども、まあ12月頭のね、沖縄旅行は2回目なんですけども、去年もね来てね、大雨でしけていたのはよく分かっていたんですけどもね、今回もね、まあ船には乗れたんですけども、しけた海がしけるという状況で、結局ですね、26日の日に那覇を出港して、27日に、南大東島で上陸してですね、でその船は北に行ってまた南に戻ってきて、また僕が乗って、そしてその日のうちに那覇に戻るということでですね、本当は北大東島にも行きたかったんだけども、そっちには行くことできなくって、まあ、南大東島の一番北の方に行って、あの北大東島を眺めるっていうことはできましたね。でですね、船にですね、自転車をね、今回もね、飛行機に乗って自転車を乗ってきたんですけども、那覇でその船に乗る時点ではね、上陸できるかできないかも分かんない状況でですね、コンテナで運ぶとね、お金がかかってしまうので、自転車は那覇に置きっぱなしでね、南大東島を歩いてきましたね。南大東島はサトウキビ畑がたくさんあって、道端にはね、車に轢かれた、カエルの死体がたくさんあるみたいなね、そういうところでございましたね。そして28日の日に船で戻ってきましたね。その日の夜はまた那覇に泊まりましたね。で次の日なんですけども、また船に乗って違う島に行こうかなと思ったけど、もう海はしけていてですね、もうしけていたので飛行機に乗ってですね、そして宮古島に来たわけです。宮古島に来たのは29ですね。29の日に、宮古島に来てですね、4泊したんですよ。29、30、1、2、で3、3に出る予定で4泊したんですね。その間に船に乗ってね、ここのね、タラマに来ようかなと思っていたんですけども、こっちの海もしけていてですね、まあ、日曜日は船はないんですけども、月、火、水、木と船は欠航してですね、
で那覇に戻る全日空の飛行機の日にちをね4日後にずらしたんですよ。そして12月3日木曜日ですね、昨日ですね、昨日飛行機に乗ってこの島にやってきたんですね。で一泊して2日目の日でが今この日でございます。であと3泊してですね、宮古島に戻って那覇に戻っていくのが、12月7日ですね。その後どうするかっていうのはまだ決まっておりません。そういう状況でございます。